こんにちは、グリーンロケット郡司です。このチャンネルではこれからお庭作りを始める方にとって役に立つ情報をお届けしております。なのでこれからお庭作りされる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回は今年4月に出しました、なぜユーカリをかっこいい樹形にしないのかという大変挑戦的なタイトルの動画、こちらの結果をご覧いただきたいと思います。もしかしたらこの動画からご覧の視聴者の方もいらっしゃると思いますので、簡単にね趣旨を説明しますと、これから紹介するユーカリはかっこいい樹形にするための剪定というものを今年の4月と7月に施しております。そしてその剪定を真似していただいて、ぜひ皆さんも自慢のシンボルツリーにしてくださいというような内容なんですね。ですが果たしてね、その木は本当にかっこよくなったんですかという皆様の疑問、それがこれから暴かれますよということになっております。そしてさらにですね、これ植木生産者が苗から本気で育て方を教えたら、それは売り物になるレベルのものが出来上がっていないとおかしいということですよね。ということでね、その4月と7月に剪定をしたユーカリ、こちらがどのように変化したのか、本気の動画でございます。いや、はい、それでは早速いきましょう。はい、それでは早速ですが、この初めはですね、こちらのユーカリのポプラスからいきたいと思います。はい、そもそもですね、ユーカリをいい樹形にするためにすることというのは、まずは幹の柔らかいユーカリを支柱なしで自立させる必要があります。そのために何をするかというと、伸びた幹や枝を切り詰めて太らせていくということですね。はい、ではね、このユーカリのポプラス4月からの状態を見ていきましょう。4月の最初の状態はこういったボサボサとしたような苗だったんですね。なので下の方の枝をきれいにして、さらに高さ 1.5 メーターのところで幹を切り詰めております。はい、そして7月ちょっと飛ばしまして、10月直前の状態を出しますとこちらです。はい、この段階でもまだポプラスが自立していないというのと、あとは脇枝が V の字になっていて、あまりかっこいい状態ではなかったので、この V の字の1本を起こして芯立てをして全体のバランスを整えております。はい、そして改めまして、それがこちらの状態ですね。はい、今現在でポプラスはこういうような状態になっております。本来もう少し幹が太って自立してくれるとだいぶね見応えも出てくるんですけども、まずは1年目ということでこのような感じですね。ただ現状の仕上げとしては、葉っぱがなるべく全体に散らばるようにして将来的な樹形が良くなるようにしております。はい、あとはこの幹が支柱ほど太ってくれて自立してくれればさらにいい感じになるのではないでしょうか。はい、ということで初めはこのポプラスご覧いただきましたが、これからね非常にいいユーカリ出てきますので楽しみにしていただければと思います。はい、それでは、お次はこちらのユーカリの銀世界ご紹介したいと思います。ユーカリの銀世界はこのような感じになりました。はい、それでは4月からの変化を見ていきましょう。はい、まず4月の剪定前の状態ですね。剪定前はユーカリにありがちなスラッと伸びたような樹形でした。そして、アフターがこちらですね。幹を 1.5 メーターで切り詰めて、脇枝も切り詰めております。でこの時点では、一見ちょっとこれ本当にこれで樹形良くなるのというような仕上がりなんですけども、7月になってこのような形でボリュームがね出てきていい感じになっております。はい、そしてこのままだと、樹形としては暴れてしまうので、夏の手直し剪定ということでさらに横枝を切り詰めて形を整えております。この横枝を切り詰めるということも幹を太らせる効果がありますので、はい、ということでね改めて現在はこのような形ですね。こういった感じで、だいぶ幹も太って今にも自立しそうな感じになってきております。そして葉っぱも、暴れすぎずね非常にボリュームが出てきていい感じになってきているのではないでしょうか。はい、おそらくこの辺で切り詰めてたと思うんですけども、その先が枝が分岐して、このようにね非常にボリュームが出ていい感じになっております。また新芽もこのシルバーリーフ、まさに銀世界のようなシルバーリーフが可愛らしいですよね。はい、このような感じになりました。さあ、そしてですねここから、下枝を切り落として
上で優しく広がるような樹形にしていく予定です。でこれはですね、今現在でもちょっと自立しそうな雰囲気ありますので、一旦支柱をちょっと外してみましょう。はい、ちょっと支柱を外してみましたけども、ほぼ自立しそうな感じでしたね。ただちょっと傾きがあったので、支柱の角度を変えて刺し直しております。もうおそらく来年には非常にいい形の樹形になるかなと思います。でここからなんですけども、幹を太らせるために、残しておいたこの枝ですね、こういった枝とかこの下枝、だいぶ太くなってきているので、来年はここをこの枝を取って下はすっきりさせたいと思います。はい、ということで、一番最初の苗木の状態からだいぶこれはうまくいったかなというふうに思います。皆さんもこの樹形を見て、このユーカリだったら欲しいなと思っていただけましたでしょうか。ここから来年以降もっともっとね、いい樹形にしていきたいと思います。はい、ということでユーカリの銀世界ですね。はい、それではお次はこちらですね。こちらは、ユーカリのグニーです。グニーは葉っぱの色と形がね、とても可愛くて僕もお気に入りなんですけども、ではこのグニーの変化も見ていきましょう。まずですね、4月のビフォアから見ていくと、グニーはかなり直立的に伸びる性質なので、このようにね、あの脇枝が少なくて背の高い、非常にスラッとした樹形でした。むしろスラッとしすぎているような形ですね。でこれをこのまま育てるといつまで経っても自立してくれないのと、あとは強風で幹が折れるという結末もね、待っております。はい、ということでアフターの様子がこちらですね。このように大胆に芯止めをしてかなり違う樹形にしております。おそらく半分ぐらい切ったので、おそらく初心者の方とかはビフォアの樹形でも十分満足だと思います。それをですね、芯をブツッと切るというのはかなり勇気のいる剪定なので、当時は信用できない方もね、いらっしゃったかもしれませんが、大丈夫でございます。はい、7月どのようになったかと言いますと、7月はこのような状態になりました。はい、そしてここから一手間の剪定ということで、伸びすぎた脇枝を少し整えて、アフターはこのような樹形になっております。はい、そして今現在ですね、7月に切り戻した脇枝がだいぶボリュームが出たので、まとまった樹形になったのではないでしょうか。一番最初のまま植えてしまうとスラッとしすぎていつまでも自立しない樹形だったんですけども、今現在はこのように自立しつつ全体的に優しく広がる樹形になってくれております。はい、で今かなり自立もしそうな状態なので、少しね、支柱外してみたいと思います。この半年で自立するようになったかどうかちょっと見ていきましょう。はい、だいぶね、自立してまして、ほぼもう支柱もいらないのかなという感じだったんですけども、ちょっと傾いていたのでまっすぐ整えるだけの形で支柱かけ直しました。だいぶね、幹も太りましたね。はい、そして大変よくできたこのグニーなんですけども、実はちょっとね、近づいて撮影をしていなくて、なぜかというと、一つね、ちょっとやらかしております。何かというと、ちょっとね、見てわかりますでしょうか。虫がついてしまって葉っぱが食べられてしまったんですよね。1週間ぐらい前に繭を作るような虫が、ついてまして、そこで1回消毒をしております。でちょっと油断してたら全体的にね、ちょっと広がってしまって葉っぱが寂しい状態になってるんですけども、まあ、樹形としては影響はないので剪定などは問題なかったんですけども、最後の最後でね、ちょっとね、やられてしまったのがすごい悔しいですね。本当はもっと葉っぱがボリューム出ていて非常にいいシルエットをお届けできると思ってたんですけども、はい、なかなか難しいです。ちょっとあまり近づかないようにしてますけども、このように繭を作る葉っぱを食べる虫がつきますので、ご注意いただきたいと思います。はい、はい、ということでグニーですね、ちょっと虫つきましたが、このような形で樹形はだいぶ良くなっていると思います。はい、それではお次はこちらですね。こちらはユーカリのベイビーブルーです。ベイビーブルーは銀世界の親戚の品種で、あまり大きくならないという特徴を持っております。はい、まだね、見るからに細いですけども、4月からの変化見ていきましょう。はい、まず4月ですけども、枝も幹もね、かなりヒョロヒョロしていたので、
ビフォアでは幹と脇枝を切り詰めて、まずは、幹を太らせるというような作戦ですね。はい。で、7月です。切り詰めた脇枝の枝数が少し増えてボリュームが出ましたよね。はい。そこからまた少しだけ脇枝を切っております。見るからに成長が、あまりしていないというので、強い剪定してしまうと成長が鈍るどころか弱ってしまいそうだったので、ほどほどの剪定にしております。さあ、そして今現在こういった形ですね。はい。このように支柱は、太いものに掛け替えております。そして切り詰めた枝も少しまたボリュームが出たような感じですね。成長が遅いので4月から10月まで大きな変化がないように見えます。確かにこのすぐ大きくならないといういい一面もあります。こういった雰囲気が好きで、あまり大きくなっては困るという方にはとてもいいかもしれないですね。はい。今後も、剪定をしすぎてしまうとだいぶ弱るようなイメージもあるので、管理としては剪定の量も少なく済むかもしれません。はい。ということで、こちらがベイビーブルーですね。はい。ではお次はこちらですね。こちらはレモンユーカリです。現在だいぶ立派な感じになってくれております。はい。それでは4月からの様子見ていきましょう。はい。4月はですね、このような形だったんですね。で、芯止めをしてこういった形にしております。で、これもですね、見方によっては初め自然でいい感じだった樹形なのに、芯止めをすることでね、台無しにしているような感じに見えますけども、これはもうユーカリを自立させるためには必要な剪定ということですね。はい。で、4月の様子はですね、ちょっと、見づらいところもありますので、現在の様子見ていきましょう。はい。改めましてこういう形になっております。別角度から見るとこのような形ですね。非常に、スラッとした葉っぱが涼しげな印象です。で、芯をブツッと切っているのに、もうだいぶ自然な樹形になっているのではないでしょうか。はい。映像でですね、ここの未だにちょっとタグがついてるんですけど、見えない、これですね。はい。タグがついてるんですけど、この少し上で切っております。なのでこの辺で切っているんですけども、そのね、脇枝がスラッと上に伸びたというような感じですね。レモンユーカリは非常に直立性が高いかもしれないですね。で、しかも見てみると、切ったところから今年でこれどれだけ伸びたんだろう、多分 1.5 メーターぐらいの高さは出ております。だいぶ成長も早いと思います。はい。そして、この辺は生産者さんのやったこれまでの剪定の履歴ですね。ここで1回芯止めしてますよね。だいぶ低いところで芯止めをしてまして、そこから1メーター上がったところぐらいのところでまた芯止めしてます。で、そこから50センチぐらいのところで芯止めですね。はい。ということで、今では立派に自立した幹になっております。はい。ということで、4月に芯をブツッと止めたレモンユーカリ、今現在このような様子になっております。はい。それでは最後ですね、こちらの細葉ユーカリ見ていきたいと思います。まず4月の状態。はい。4月の剪定前はこのような形でした。ちょっとボサボサしてた、感じだったんですけども、すでに幹が太くて自立していましたよね。そして、それのアフターがこちらですね。下枝を上げて、樹形を整えたというところですね。はい。で、7月ちょっと飛ばしまして、今現在どうなっているか見ていきましょう。はい。このように幹がスラッと立って、上で優しく広がる樹形になっております。もう自立も十分しておりますね。はい。別角度で見るとこのような状態です。で、ここまで来るともういい樹形になる軌道に乗っていますので、ここからは簡単な手入れで樹形をキープしていくだけという感じですね。はい。一旦はね、こういった樹形をまずは目指すというのがユーカリの剪定になります。はい。あと、今見ていて思ったんですけども、ここですね、面白いなっていうのが、ここでブツッと切ってまして、ただここから本当にまっすぐ上に伸びる枝が出るんですよね。これがユーカリの特徴だと思います。本当はこういった枝が出ないで四方にこう広がるのが普通なんですけども、やっぱりこれがユーカリの直立性の強さを表しているかなと思います。はい。こういった感じで、いい樹形になる軌道に乗った木は、次はね、高さを出さずに樹形を管理するフェーズに入っていきますよね。はい。ということで、細葉ユーカリはこのような樹形になりました。はい。ということで、4月に植えたユーカリの半年間の変化の様子、ご覧いただきました。
さあいかがだったでしょうか。今回は剪定をしたユーカリのその後ご覧いただきました。特に芯を詰める剪定はいざやってみるととても勇気がいると思います。ですが今回のその後の様子ですね、こちらをご覧いただいて、安心ねしていただけたんじゃないかなと思っております。そしてこのね芯を切り詰める剪定は今10月にこの動画出しておりますけども、やっていただくのは3月がいいと思います。3月から6月までの間に必ずやっていただきたいというふうに思います。そして今回、4月のビフォアの状態から、変化を見ていただきましたけども、樹形の移り変わりとともに剪定の意味も、ご理解いただけたんじゃないかなと思います。剪定ってそのすべてにその枝や幹を切る理由や目的があるんですよね。このユーカリをかっこいい樹形にしていただく過程で、そういった剪定の面白さとか奥深さも感じていただけるととてもね嬉しく思います。はい、ということでこのグリーンロケットの植木チャンネルでは皆さんのお庭が素敵になるにコミットした動画をこれからもやっていきたいと思います。なので、もしチャンネル登録をまだされてない方がいらっしゃるとしたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、で今回も役に立ったよとか面白いと思ってくださった方はこのグッドボタンもよろしくお願いします。あとは今回のユーカリの剪定について何かご意見ある方はぜひコメントの方からお寄せください。質問などもね大歓迎で、お待ちしております。そして概要欄の方からは皆様のお庭の写真もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。そして最後に年間2000本以上の植木を1本ずつ撮影して販売している植木の販売サイトグリーンロケット、こちらも秋の植え付けシーズンに向けて、今かなり掲載を頑張っております。一本一本樹形を見て選びたいという方はねぜひ覗いてみてください。はい、ということでね今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。それでは皆さんのお庭が素敵になりますように。ではまた。